訓練の目的は、県内の発症事例を、事案を受け、市区間で発生した場合について、具体的にどのように対応するかをシミュレーションするものです。ただいまから新型コロナウイルス対策本部会議を開催をいたします。感染陽性であるとのことが、渋川保健福祉事務所から対策本部事務局に連絡が入りました。なお、感染者の子ども、男性46歳が渋川市役所総合政策部に勤務する職員でありまして、2日前までは通常に勤務をしておりました。続きましては、防災行政無線、またホットマップメール、ホームページ、などで、まずは早期に集中したいと思っております。加えて、2階を中心に消毒の作業に当たりたいと思います。丸葉区の職員の PCR 検査が、陽性と判定されたとの設定で、職員の属する課と隣接する課およびトイレを消毒することとなります。訓練をしっかりと覚えていただいて、対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。